リカルド・パンプーリは、イタリアの医師、カトリック教会聖ヨハネ病院修道会修道士、聖人。リカルドは来た、イタリア・パビーヤ近郊のトリボルシオという村で命ェンテ、パンプーリとアンジェラ・カンパーリの十番目の子供として生まれた。1900年、エルミニオが3歳の頃、母アンジェラが44歳で死去、母方のおじにあたるジョバンニ・カンパーリに預けられた。父、チェンテは、 不動酒販売業を営んでいたが酒癖であり妻に、暴力を振るい経済的に困窮であった。1907年、父は、ミラノに移り住んだ後、交通事故で死去した。10人兄弟姉妹のうち、カズトが結婚、姉、マリーアロンジーナが、聖母、マリアの汚れない御心の、フランシスコ宣教修道所会の修道所として長寿し、1977年、エジプトカイロで死去した。 エルミニオを引き取った叔父は、良心的な意思で経験なキリスト教徒であった。彼は、叔父の下で育ち、名前をエミリオを改名した。しかし、トリボルシオには、学校がなく、エミリオは、近隣の学校に通い教育を受け、当時の教師は後に、非常に勉強熱心な生徒だったと証言した。彼は、パビアの高等学校まで進学し、カトリック教会の活動会を設立したりした。 1915年、バビアの大学医学部に入学し優秀な成績を収めた。その在学中に第一次世界大戦が勃発。1917年4月1日、エミリオは衛生隊として徴兵され、同年秋、イタリア軍は大敗を喫し、従軍医が放棄した医療品を救い、敵の攻撃から無事に逃れラキザナという町に到着した。 町民からの歓迎を受け、後に勲章を授与され、年金も支給された。しかし、六幕円にかかり障害その病気に苦しめられることになる。1920年4月、除退し、翌1921年に卒業し、医学博士号を習得した。医師となったエミリオは、ミラノ近郊のモリモンドという村の食卓医となり、村民の診察に当たった。彼は、 他の医師とは異なり質素な生活費を送り、貧しい患者のために自分に金額を負担し薬品を患者に提供した。そのため彼は村民から大変信頼を受けた。また私生活ではエジプトにいる姉、ロンジーナに手紙を送り、近況を報告したりした。その頃、パンプーリは修道士になることを抱き、希望であるフランシスコ会に入会を申し込んだが断られ、次に、 イエズス会を希望したが断られ、3年経過し、担当していた患者が死に再び修道生活を考えるようになる。彼は、司祭から聖ヨハネ病院修道会を紹介され、1927年、ブレシアの修道院に入会した。1928年、初生願を立て、修道名をリカルドにした。彼は、付属病院の掃除係に配属され清掃を担当した。 また、医師時代の経験を生かして、患者の診察、歯科部長を担当したりした。だが、六幕炎が悪化し1930年5月1日、33歳で起点した。パンプーリは教会によってその聖徳が認められ、1981年11月4日に列服され、1982年1月4日、スペインで父親と、 竹木拾いの最中に右目を負傷した10歳の少年がパンプーリの取り継ぎによって奇跡的治癒で感知され、1989年11月1日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ二世によって劣勢された。聖なる医者聖リカルド・パンプーリオの光者、P8、同 P18、同 P78。ありがとうございます。